振り返ってみて、やっぱ振り返って反省するってことってすごく大事だと思うんですけれども、なんでこんなにも簡単に洗脳状態になってしまったかっていうことなんですよね、コロナの。逆に言うと今はちょっとずつ溶けつつあるんですよね、洗脳状態から溶けつつある。だから一般の人の中でももうしなくてもいいよねって、あれをそんなにマスクしなくてもいいよねとか、そこまで自粛しなくてもいいよねとか、あれって意味あったのみたいに、ちょっと懐疑的になってる人っていうのが昔よりもね、ちょっと増えてきてるじゃないですか。これちょっとずつ洗脳が取れてきて、あの時の恐怖感とかが少し薄らいできてるわけなんですね。だけどあのコロナ元年1年目そして2年目ぐらいまでですね、結構不安や恐怖をずっと煽られてきて、あの時にみんながもう、自粛しなきゃいけないとか、もうマスクしなきゃいけないとか、あれをしなきゃいけないっていう風に完全に洗脳状態になってしまった。もうあれ完全な、もう洗脳って言ってもいいと思うんですよね。メディアとか政府の洗脳にあってしまった状態だったんですよね。なぜあんなに簡単に人は洗脳されてしまうのかっていうことなんですよね。これね、潜在意識のね、仕組みを考えると非常に分かりやすいんですよね。潜在意識の特徴っていくつかあるんですけど、まあ、潜在意識って何かっていうと、まあ、脳には意識の中には潜在意識と顕在意識ってある、まあ、ご存知の方多いと思うんですが、普段使ってるのは潜在意識が多いんだけれども、実は潜在意識よりも潜在意識の方が実は占めてる割合が多いっていうふうに言われてるんですね。だいたい潜在意識は9割から、多い先生だと 98% が潜在意識だって、残りの1割から本当 2% ぐらいのちっちゃい脳の力で、顕在意識で僕たちは一生懸命普段考えて、こっちの方がいいんじゃないかとか、こっちは得だとか、もっと頑張ろうとか、いろんなことを考えてるけど、もっと潜在意識の、まあ、氷山でいうと水の水面の下にある方が大きくて、潜在意識の方が実は人間にとっての影響力が大きいっていうふうに言われてるんですよね。それが9割とか 98% が潜在意識なんじゃないかって言われてるんですが、でその、潜在意識っていうのは、例えば芸術とかね、アートとかイメージとか使ってる時っていうのは潜在意識を働かせていると言われてる。で、顕在意識はいわゆる学校の勉強とかですね、そういうものを使う時に使われている。だから普段物事を考えている時は顕在意識を結構使ったりしてるんですね。直感とか、なんかイメージとか、そういうなんかアート的なものだ、感覚的なことだったりとかっていうのは結構潜在意識が影響してたりするわけですね。で、これ潜在意識って非常に面白い特徴があって、潜在意識にこう刷り込もうとするときに、一番簡単なのは不安や恐怖の状態にして、そしてなるべく人が会わない、一人ぼっちの状態で、そういう不安や恐怖を煽るものをずっと何度も何度も繰り返し見せるとですね、洗脳状態になりやすいんです。それをですね、もうまさに今回うまく使ったなというふうに思うんですよね。だから宗教とかでもそうなんですけれども、オーナンとか無心理教とかも結構そういうテクニックを使ったというふうに言われてるんですが、暗い部屋に入れて、そして人となるべく会わないようにして、で、いろんなものを洗脳していくと。そうすると洗脳しやすくなったりするんですよね。で、今回、人と自粛をしてください。家から出ないようにした。そうするとテレビをつける。そうするとテレビの中からはずっと、あそこで感染者が増えた。こんな人が重症化になった。こうやって亡くなった人が、芸能人で亡くなった人がいるっていうことをずっと繰り返し繰り返し繰り返し見せられるわけですね。それをやってると、どん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 潜在意識の中に刷り込まれていって、不安や恐怖が刷り込まれていくので、その状態になると冷静に考えれなくなるんですよね。客観的に物事を見る力を失われてしまう。だからその時に解決策だったりとか、こうした方がいいよ、そうじゃない人は、マスクをしないと人はいけないよとか、その時短営業してないお店はいけないんだとかね、そういうものを見せられると、そういう人たちが悪者になっていくんですよね。この世の中を、この不安や恐怖を作っている、加担している側の人だっていう、本当の敵じゃないのに、本当の敵はもっと違うところにいるのに、さもマスクしてない人が悪者だったりとか、時短営業してない人たちが悪者だったりとかして、そういう人たちを攻撃的になるわけなんですね。だからもう完全に洗脳状態が完成してるわけです。そしてその洗脳状態が完成した状態で、解決策、〇〇〇〇がありますよっていうと、みんなありがたくいただくっていう風になってしまうんですね。だから、
今回本当にね、うまく人間の潜在意識というか、そういうものの特徴をつかんで、これをもし戦略的にやったとしたらですね、非常に巧妙に計算されてるなというふうに思いますよ。人と会わないようにする。家の中に閉じ込める。そしてテレビで繰り返し繰り返し同じ情報を流す。しかもその流す情報が感情的であればあるほど潜在意識にすり込まれやすくなるんですね。だから東日本大震災の時にその現地にいた人たちは本当に大変だったと思うんですが、僕のところでも愛知県でも、まあ、多少揺れたんですが、その被害はなかったんですね。被害はなかったけれども、連日その地震と津波の映像がニュースから流れていて、もうそればっかりやってたんです。そうすると、その実際に被害に遭ってないのに、津波と地震の映像を毎日毎日見せられていると、それで本当にその被害に遭ったかのように、心が病んじゃう人がすごく増えたんですよね、全国的に。それ非常に問題になったんですけれども。だから、潜在意識って現実と非現実の区別もつかないって言われてるんですね。不思議なんですけど。現実で起きてないことでも、繰り返し映像で見せられると、さも自分が本当に経験したかのように、刷り込んでしまうんです。これが潜在意識の特徴なんですね。だから、今回のパンデミックでも、実際には感染してる人なんて、周りに、特に2020年の時なんて、ほとんどいなかったんですよ。少なかった。ゼロじゃないですよ。全体からすると少なかった。今でもグラフ見るともう地べたを張ってるわけですね。いなかったのに、ずーっとテレビの映像から、こんなに感染者が出た、こんなに感染者が出たっていう、そしてこんなに亡くなった人がいる、重症化した人がいるっていうニュースを毎日見てると、実際の世界ではそんなにいないのに、めちゃくちゃ亡くなった方とかレアケースかもしれないのに、さも外に出ると、人に会うと、この人もそうなんじゃないか。この人もそうなんじゃないかっていう、もう恐怖になってしまうんですね。で、本当は違うのに、もう疑似体験をさせられてるわけですね。テレビの報道の中で。だから、外に行くと、もうそのリアル体験を、もう脳の中に刷り込まれちゃってるので、外の世界に行っても、それが現実の世界になってしまう。だから現実と非現実の区別がつかなくなってしまうっていうのが、非常に潜在意識の 大きな特徴なんです。だから、脳を騙すのって簡単なんですよ。そう、いい意味でもね。良くも悪くも脳を騙すのって簡単なんですよ。例えば、よくある、これ、実験っていうか、セミナーとかで使われたりするんですけど、ちょっと皆さん目つぶっていただいて、一瞬ね。ちょっと口の中で、に、梅干しを入ってるところを想像してみてほしいんですね。梅干しちょっと食べてみてください。イメージでいいので、梅干し口の中に入れてもらっていいですか？で、ちょっと、スパイですよね。ちょっと噛んで食べてみてください。そうすると、唾液がですね、ちょっと多く出てきた人多いと思うんですね。要は今本当に食べてないじゃないですか。嘘なんですね。本当に口の中に入ってないって分かってるのに、梅干しが口の中にあるってイメージすると唾液が出るってことは脳が騙されてるってことなんですよ。だから簡単に脳って騙されるんですよ。潜在意識では、左脳ではね、潜在意識では本当は梅干しなんて入ってないって分かってるんですね。だけど潜在意識は現実と非現実の区別がつかないから、イメージしたものは現実も非現実もなく取り入れてしまうんです。だからそのぐらい、簡単に、だからテレビをあんまり見ない方がいいよってよく言うじゃないですか。特にニュースとかね、見ない方がいいよっていうのは、これは勝手に刷り込まれていくから。例えば悪いニュースを見ると、それが、これはテレビの中の出来事だって思ってるくせに、どっかで脳の中に情報として刷り込まれていくんですね。本当にあったかのように刷り込まれていくんです。だからあんまりテレビとかネガティブなニュースばっかりをつけっぱなしにしない方がいいっていうのは、その潜在意識的に言うと非常に理にかなってることなんですね。だから逆にそれをいい風に活用すると、潜在意識っていうのは非常にパワフルな力を持ってるっていうことなんです。例えばこれはもうよく言われていることなんですが、潜在意識を活用した夢実現法だったりとか、まあ、引き寄せの法則っていうのは、簡単に言うと自分のなりたいものとか引き寄せたいものの写真とか映像を常に目にするようにしとくっていうのは非常に有効なんですね。そうすると現実には起きてないのだけれども、現実と非現実が区別がつかないので、さも自分が手に入れた時のような感覚を刷り込んでいくわけです。そうすると人間っていうのは自分が信じ込んだものを現実化しやすくなるので、非常にパワフルな力を発揮してくれるっていうふうに言われてるんですね。
だから、まあ、有名な話がヒルトンホテルのね、作った人っていうのは、まだ世界中に作る前に、壁にですね、世界地図を貼って、こう世界中に自分のヒルトンホテルがこう立ったっていうのをこう貼って、自分の視覚で見るようにしてやってたっていうのは有名な話なんですけども、まあ、そういう何でもいいですよね。例えばディズニーランド行きたいと思ったらディズニーランドで楽しそうにしてる写真を貼って目にするとかね。そういうふうにいい風に、自分がもっとこうなりたいとかあったらそういうのを貼ってみるとか、すると勝手に潜在意識が現実と非現実の区別がつかないので、それを刷り込んでくれて夢を実現しやすくなるっていうのが、まあ一般的によく言われていることなので、これはね、お金がかからないので、もし興味のある方はね、ぜひぜひやってみるといいんじゃないかなと思います。だからイメージの力って、だからスポーツ選手とイメトレって絶対よくやるじゃないですか。イメージトレーニングね。だから実際の練習も大事なんだけど、イメージの中でうまくいってるところを、シミュレーションする。だからあれってすごく、実は効果があるんですよね。イメージの力っていうのは非常に強いということですよね。だから今回こう多くの人たちが本当にあっという間に洗脳されてしまったのは、洗脳状態になる、だからならなかった人の方が珍しいと思いますね。逆になった人責めれないですよ、あのやり方されたら。まあ、ならなかった人はなんかこう客観的に見る力があったりとか、まあ、もしくは何かで気づいたりとか、きっかけがあったりとか、なんかおかしいなとかね、すごいな、だからそういう洗脳をちょっとずつ解いていかないと、なかなか変わらない。